ウェスティングハウスエアブレーキ車のブレーキ弁、ウェスティングハウスエアブレーキは、1868年に空気ブレーキを発明したジョージ・ウェスティングハウスが、後にペンシルベニア州ピッツバーグに移転して設立した会社である。ウェスティングハウスエアブレーキを直接引き継いだ会社としては、商用車向けブレーキシステムを生産しているワブコ、ビークル、コントロールシステムズと、 鉄道用部品の製造をしているワブテックガールが、両社は20世紀の中頃から独立した企業として運営されている。ピッツバーグで何年かにわたってブレーキを製造した後、ウェスティングハウスは、市の東方、従業員向け住宅が建設された地域に工場の建設を始めた。イーストピッツバーグ、タートルクリーク、ウィルマーリングなどである。ウェスティングハウスエアブレーキは、 ジョージ・ウェスティングハウスによって1869年に設立された。ウェスティングハウスは20世紀初頭の産業発展期に多くの会社を設立した。国中の鉄道に性能の改善と速度の向上をもたらした空気ブレーキの工場は1889年に新しいペンシルベニア州ウィルマーディングへと移転した。ウィルマーディングは ピッツバーグから14マイル離れた小さな町でその当時5000人の住民しかいなかった。ウィルマーディングでは社会主義運動が強く平和な農村地帯であった。ウィルマーディングはペンシルバニア鉄道のすぐそばであることや主にブルーカラーの住民が住んでいることなどから会社にとって理想的な町であると考えられた。会社は ピッツバーグ周辺エリアから3000人の従業員を雇ったが、そのほとんどはウィルマーディング出身であった。人の少ない農村に過ぎなかったウィルマーディングは、この新しく工業的に重要な会社の周りで発展し、ついに地図に掲載されるまでになった。その人口の3分の1ほどが何らかの形で会社に関係し、多くの人々が自分たちが育ってきた家で、 自分たちの子供を育てるほど町に定着するようになった。会社の発展に伴って、その他の産業も発展した。ウィルマーリングへやってくる、あるいは出かける多くの旅客は、狭い通りに立ち並んだ商店で買い物をするために、立ち寄った。散髪から漫画本、食料品から材木に至るまで、ウィルマーリングでは何でも買い求めることができた。 ウェスティングハウスやブレーキの労働条件は単に、引い出ているのみならず、さらに会社は従業員のために多くの改善をした。1869年の時点で、1日9時間労働、週55時間労働を実施していた数少ない会社の一つである。土曜日を半分にしたアメリカで最初の会社であるとの説もある。さらに様々な福祉オプションが従業員のより良い。 労働、生活環境のために用意されていた。空気ブレーキの工場はとても繁栄し、この小さな町にとっては恩恵以外の何者でもなかった。1905年までに200万両以上の貨車、客車と8万9000両の機関車が、ウェスティングハウスの空気ブレーキを装備していた。しかし大きな事業はどれもそうであるように、浮き沈みがあった。 ウィルマーリングでの事業に関わる人には一つの大きな不満があった。換算時期には労働者の約半数分の仕事しかなかったということである。会社の従業員は完全に会社に依存していたので、これは大きな意味を持っていた。経済が不況に陥り、会社の利益が減少すると労働者も生活水準を落とさなければならなかった。 ウィルマーリングの繁栄も不幸もすべてウェスティングハウスエア、ブレーキの成功にかかっており、会社が失敗すれば、市民もそれに合わせなければならなかった。1900年代初期のこの頃、ウェスティングハウス社は、その購入した土地に多くの家を建て、それを労働者たちにとても安価に販売した。会社はより良い労働者を獲得するために、教育や、 文化活動を地域のキリスト教生年会を通じて実施した。ウェスティングハウスはその労働条件に必ずしも適していない人間にも配慮していた。病気や負傷で労働に不適であるかもしれない従業員にある程度の給料を保障できるようになっていた。50歳以下のすべての従業員は健康診断を受けた後に会員となる資格があった。会員は その1月あたりの生産額によって分類された所属クラスに応じて働いていた。その生産額は50セントから1ドル50セントまでの範囲に分けられ、能力的な障害があっても39週連続でその利益を受け取ることができた。この頃のウィル・マーディングニュースによれば同社の従業員の76%が会社と会員契約を結んでいた。 ウェスティングハウスウェアブレーキは何人かの経営者のもと、1999年まで製品の製造を続けていた。ピッツバーグの工業的な地位の落ち込みとともに、会社も以前よりずっと重要ではない地位に落ち込んでいたが、製品の製造を続けていた。会社は21世紀に存続する2つの会社を残した。これらの2社は互いに独立した存在となっている。一方は、 ウェスティングハウスエアブレーキとモーティブパワーインダストリーが1999年に合併したワブテックでウィルマーディングで鉄道用の空気ブレーキの設計と製造を続けている。もう一方はワブコホールディングスとして知られ商用車用の制御システムの設計と製造を行っておりベルギーのブルッセルに本社を置いている。ワブコホールディングスは30年来の親会社であった アメリカンスタンダードにより2007年に株式公開された。初期の空気ブレーキは空気圧縮機、主空気ダメ、機関使用の機関車の操作バルブとブレーキ管、各車両のブレーキシリンダーから構成されていた。この初期の空気ブレーキの問題点の一つとして、列車の先頭に近い車両が、後ろの車両に比べて速く、ブレーキがかかり、衝撃をもたらして、後ろの車両が、 前の車両にぶつかるときに破損するということであった。しかしもっと大きな問題点としては、この構成は自動ブレーキではなく、ブレーキ管の接続に、わずかなミスでもあると、列車全体にブレーキがかからなくなるということである。1872年に、ジョージ・ウェスティングハウスは、3度弁を発明して、各車両のブレーキシリンダーに備え付けることで、自動空気ブレーキを開発した。 ブレーキがかかっていないときは空気圧が常時補助空気ダメとブレーキ管に込められている。空気圧の均衡は補助空気ダメとブレーキ管の間で保たれている。ブレーキをかけるためにはブレーキ管から空気が抜かれ各車両の三導弁が動いてブレーキがかかる。各車両のブレーキを緩めるためには補助空気ダメの圧力より高くなるまでブレーキ管の圧力を増加させ、 これにより三道弁をブレーキシリンダー側へ動かして補助空気ダメとブレーキ管がつながり補助空気ダメとブレーキ管の圧力が均衡する。自動空気ブレーキは直通空気ブレーキに比べれば大きな進歩であったが非常時には相変わらず列車の先頭側の車両が後ろ側の車両より先にブレーキがかかっていた。これを改善するために ウェスティングハウスは1887年に、急動作用のある三動弁を発明した。この三動弁は、それぞれの車両で空気をブレーキ管から自動的に排出する機能を持っており、ブレーキをより素早く効かせることができる。ありがとうございます。